区の人、地域、世代をつなぐ区民による魅力発信ウェブマガジン、つなごう品川。今回ご紹介するのは、地域と共同する様々なイベントで町の発展をリードする戸越公園駅前南口商店会の原正夫さんと山口俊正さんです。普段は三栄の家具という家具の小売店をやっております。だいたい75年ぐらいもうやってまして、祖父が初代の社長ですけれども、僕が3代目ということになります。今私はこの商店街の会長をやらさせてもらっております。今年で5年目になると思います。毎年いくつかイベントはやってたりするんですけれども、その中では他の商店街の皆さんと協力し合ってですね、特にハロウィンのイベントなんかは最大で4つも商店街をまとめて大々的にやっていたり、近くに大原小学校があるんですけれども、この小学校と協力してですね、小学校2年生の小さいお子さんですけれども、何人かを受け入れてですね、1日だけですけど職場体験というのをやらさせてもらってます。山口真心堂というバーバーショップを営んでおります。1957年創業で、今年で65年ぐらいになると思います。商店街の今の役職は副会長と兼任して総務部長をやらせていただいております。副会長になってからは5年になると思います。商店街独自のイベントは8月の最後の土曜日に子どもと家族の夕涼み広場を開催しています。今年で22回目になると思います。商店街の飲食店が屋台を出したり、無料のゲームコーナー、それからメインでやっているのが戸越南公園という公園があるので、そこで野外アニメ映画ですねをやっております。僕が告知の立て看板を立てている時などに、お、夕涼み広場始まるんだな、やった、今度絶対来ようみたいな声を聞いたりとかすると、すごく嬉しい気持ちになって、浸透して楽しいイベントになってくれてるんだなっていうふうには感じたことがありますね。子どもの頃の思い出としては縁日ね、縁日ですね、昔はあったんで、はいはい、まあ、その時には本当に子どもが多くて、はい、そうですね、まっすぐ道歩けないぐらい、うん、本当に冗談抜きで竹下通りみたいでしたからね。言い過ぎ？いやでも本当に本当にだって人溢れてたし、いや確かに屋台がもうそれこそ 何台も並んで、それ考えると今ちょっと寂しいっちゃ寂しいけど、そうですね、まあどう盛り上げていくか、うん、そうですね、まあだから、まあ、それこそ夕涼み広場を開催すると、やっぱりイベント自体は楽しみにこう出かけてきてくれるっていう感じがあるので、うん、子どもたちとかお母さんたちが実際に、ね、出てきてくれるようなイベントをやっぱりこれからも考えていかなきゃいけないかなっていうふうにやっぱり思いますね。本当にコロナ禍で人と人との その関わりがね、だいぶ薄くなってきてるというか、世代もそうだし、断絶というか、そういったことがかなりあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよね。まあ、要はそういうものをまあつなぐ役割みたいなものにを担うってことですよね。それこそ商店街って人と人とのこうつながり、まあ絆じゃないけど、そういったものをつなぐような役割も商店街にあるんじゃないかなというふうに思ってるんで、やっぱりつなぐっていうのがテーマですかね、これからね。じゃあね、そうね、抱負としては。あ、そうですか。うまくまとめました。商店街を歩く2人からは、子どもたちの笑い声が響き、世代がつながるこの街の未来が見えているようでした。次の品川区民は、品川区多体育児応援団だまりの秋谷さんです。よろしくお願いします。